今回紹介するのは、どうしても頑張れない人たち、ケーキの切れない飛行少年たちに、という本です。頑張る人を応援します。世間ではそんなメッセージがよく流されるが、実はどうしても頑張れない人たちが一定数存在していることはあまり知られていない。彼らはサボっているわけではない。頑張れないがゆえに、 切実に支援を必要としているのだ大ベストセラー「ケーキの切れない非行少年たち」に続き困っている人たちを適切な支援につなげるための知識とメソッドを児童精神科医が解くコグトレ色なし支援者の態度変今回のパート2はパート1とは大きく異なり支援者や保護者の態度関わり方についての解説が中心となっています。 パート1の視点は私たち支援者や保護者の適切な態度あり方があってこそ生かされるのでしょう宮口先生もその点を本書では強調したかったのではないかと思いますこちらが支援したくなくなるような人たちこそ本当に支援が必要な人なんだという宮口先生の言葉 おそらく先生ご自身が身をもって学ばれたのでしょうが読書後もずっと心に響いていますちょうど支援に行き詰まって疲弊していたところだったのでよしまた頑張ろうかと元気づけられましたありがとうございました以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は、 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。